くわ。突然オルフェノクが現れて大ピンチ。菊池慶太郎の行方は。俺の名前は菊池慶太郎、人間解放軍の一員だ。今この世界の人間たちはほぼ全て人類の進化系オルフェノクになっていて、オルフェノクの組織スマートブレイン社が完全に統治しているんだ。僕たち人間たちは廃墟のような居住区に追い上げられ、オルフェノクに怯える日々を過ごしているんだ。マリはそんな不安な気持ちを紛らわす方法を考えていた。なんとかならないかしら。そうだ、みんなで仮面舞踏会をしよう。舞踏会の準備をしていると悲劇が起こった。なんだ？レム3、What you got? マリちゃん、なんとオルフェノクたちが突然襲撃してきたんだ。くそ、僕はマリちゃんのピンチに何もできないのか。僕は悔しくて博士のところへ行った。そういう時は変身一発だよ。変身一発？野村博士が開発したオルフェノクの記号を限界まで含んだ誰でもカイザに変身できる商品が変身一発。主婦の私でも変身できました。オルフェノク大臣大活躍しています。こんな簡単に仮面ライダーに変身できるなんてと大好評。さすがの僕も疑いながら飲んでみると、なんと仮面ライダーカイザの変身に大成功。これが実際に使用した時の映像です。ドリンクを飲む。それだけ。すぐに効果が出た僕はパンチ力3トン、キック力7トンに。その後僕は見事オルフェノクの撃破に成功。マリを助けることに成功したんだ。マリちゃんは僕にメロメロ。この後の展開はご想像にお任せします。僕をここまで変えてくれた変身一発、オルフェノクの記号やカイザに変身させるための栄養を限界まで配合。これだけの効果があるからこそ通常価格9130円とちょっとした高級アイテム。今回動画をここまで見てくれた皆さんに変身一発を無料でゲットできる方法を教えちゃいます。あまりにもお得なので転売目的で手に入れるのは絶対にやめてください。注文方法はこちらのチャンネル登録ボタンを押すだけ。先ほど公式サイトを確認したら在庫が少なくなっているとの表示がありました。いつ在庫がなくなるかわからないので早めにチャンネル登録してください。一つだけ言えるのは、いつオルフェノクに襲われるかわかりません。あの時チャンネル登録しておけばよかったと後悔する前に、画面下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてください。変身一発で夢の仮面ライダー生活を満喫しよう。最後までご覧いただきありがとうございました。